アトランタオリンピックも含めて日本を引っ張っていく一人、その最初の今日の演技は平均台です。菅原選手はこの、もう3月の頭にアメリカンカップで新しいルールでの国際試合を経験してきてますので、はい、まあ、ちょっとまあ1種目目平均台といっても少しは気が楽なんじゃないかなと思ってますけど、後転跳びから後方宙返りの連続です。日体大の今年2年生になりました菅原梨沙。ここから一つのシリーズで大きな加点が取れるんですね。4分の1ひねっての倒立。新しいルールでは男子もそうですけれども、技の繰り返し同じものを2回も3回もということをあまり好ましく思ってないところがありますので、そういう構成を避けるようになってますので、はい、どちらかというと見る側から見ると変化のあるこういろんな技の入っている演技構成になってきていると思うんですね。より難度が高い技、多くの種類をできる選手が高い得点が取れると、はい。森は屈伸ダブル、ね、一応大きな失敗はなかったんですけれども、ところどころジャンプの高さ、開脚度ちょっと足らないところがありましたので、はい、それが加点にちゃんと結びついていればいいんですけれども、減点が大きいとあれば加点にならないということになってしまいます、はい。もう一度その森の屈伸のダブルをご覧いただきましょう。ただ表情はほっとしたという感じの表情でしたでしょうか。そうですね、はい。菅原梨沙、はい、1種目目は平均台の演技を終えました。